違う。音できるよ。またこの辺。大きい今。返事行くよ。あ、いいか。いいです。はい。30秒。20秒。全く。10秒前。7、6、5、4、3、2。話せばわかるプロジェクト9。はい、いやー、ゆきちゃん、はい、どうにかこうにか雨に濡れずにここまで来れたよ。あ、さっきいっぱい降ってましたもんね。うん、ゆきちゃん濡れなかった？大丈夫？あ、濡れなかったんですけど、ちょっと風邪ひいたせいか、声が今日おかしいんですよね。全然気づかなかったの。あ、ま、太いですな。本当ですか。じゃあ、早速番組のあれをいきたいと思います。こんばんは。こんばんは。こんばんは。パーソナリティの石平俊久と大城ゆきです。この番組は映像制作団体プロジェクト9が毎週深夜テンションでお届けする生放送トークバラエティです。この番組ではメッセージを募集してます。メールアドレスは 761@fm.jp、 メールアドレス 761@fm.jp、 ファックスは 098-934-8653、 098-934-8653。 また FM 講座ではユーストリームとツイキャスにて映像と音声を配信しています。あとゆきちゃんかな。FM 講座のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。うん、カメラ目線あんまり忘れないようにね。あ、カメラ目線、ね。まあ、ラジオとはいえいつものカメラ目線でやってもらえる。いつものですね。はい、じゃあじゃあゲストが中田翔太君ということで、はい、よろしくお願いします。うん、まだいいんだね。まだいい。まだいい。うん、まだ時間が来てないからちょっと黙っててもらえない。冒頭はやっぱりゆきちゃんと、この1週間を振り返るっていうあれがあるんで。あ、うん、でも今日帽子なんだね、ゆきちゃん。そうですね。日差しが強いからね。そう、日焼けするとちょっとまずいので。はい、はい、ですね。あれだね、なんかちょっとだけおっぱいが大きくなった感じがする。それ本人に失礼した。言っちゃったよ。本人、本人ってどういうことですか。いや、本人ですよ。あ、そうですね、本人じゃないですね。言ってんですか。何言ってんですか。ミカさんのあれでしょ。ミカさんって何。あ、どうですか、最近お仕事の方は。あ、最近、あ、うん、サッポロビールとかやってますか。サッポロビールじゃないです。サッポロビールじゃないです。やってないですか。オリオンですか。ああ、オリオンでしたね。やっぱオリオンは未だに、そのあなたがオリオンやってた頃は2年じゃないですか。はい、2012年ですね。で、もう鮮度がないから帰れみたいなこと言われてるでしょ。それ本人に失礼ですから。本人って言ったら誰ですか。本人だ、本人。もうあれから3年経ってるわけで。そうですね、早いですね。もうあれから3年経っちゃいましたね。もうやっぱ割と綺麗だよね。うん、3年前より俺は綺麗だと思うよ。本人見ないところ。なんならね、先週より綺麗だよ。うん、たくましくなった。多分車で聞いてたら怒ってますね。だから、あのオリオンの社長が。ああ、そうそうそう、社長が、社長が。オリオンの社長がね。すいませんね。いやいや、俺も褒めてるんですよ、どっちかというと。
ね、ゆきちゃんのこと。私今日たくましくなったの間違いないですね。はい、筋トレとかしてるってこと。そうそう、この間もあの空手道場でちょっとベンチプレス行ったり。空手道場でベンチプレス、ちょっと黙っといてもらえるかな。でさ、あの翔太くんはあの空手道場とか行ったりするの？はい、よく行きます。よく行きます、はい、よく行くの。プロジェクト内に結構よく行くんですよね、空手道場。ゆきちゃんが行ってるのもそこのことだよね、きっと。そうですね、プロジェクト内がよく行く、道場ですね。空手道場ね。あそこはさ、実際空手やってたりするのかな？あ、この間夕方やってましたよ。あ、へえ。昼間行ったんですけど、夕方からも子供たちがいっぱいで。師範がいるんでしょうね。はい、はあはあはあ。ゆきちゃんもその師範に習いながらベンチプレスを？そう、いや、習いながら、はい。やっぱりそれでおっぱいがだんだんね。そうです。いや、触らないでください、触らないでください。セクハラですよ。すいませんね。深夜テンションでいけって書いてるんだよね。あ、完全に深夜テンションですね。なんか、これ何分で CM 行くの？やってきたのに。何分ほどに行けばよかった。CM 行きましたよ。これって今トイレ行けるんですか？あ、大丈夫ですよ。単純に曲が終わりまた、あのラジオの方ではいきなり CM に行ってます。名物ですね。ツイキャス、はい、リストリームのお客さん、申し訳ないです。お、イブニング、イブニングアベニューさんから、ゆきちゃん声おかしいって。そんなことない、そんなこともないんですけどね。ちょっと風邪気味だからじゃないですかね。あ、あれでしょ、どうせクーラーガンガンにして、ね、寝ちゃったりとかしたら。そうなんですよ、ちょっと寝てる間クーラー出たみたいですよ。ダメだよ、あの脱クーラーしなきゃ。最近暑いですからね。まあね、まあ、暑いのは分かるけどね。これはちょっとあのメールを見ようと思うんだけど、来てないのかな。こっちちょっと雑なんです。あれで来てる。これ違うやつ。あれ、この1ってやつずっと消えないの？ダブルで色違うんですよ。結構下じゃないですか。結構下なんだね。多分。今これです。今これです。はい。ケース。翔太くん。はい。CM はあとどれくらいありますでしょうか。はい。詰まっちゃった。30秒切ってますね。30秒切ってます。わかんの？なんでわかんの？これで。残り時間書いてます。え、マジで15秒切りましたよ。マジで初めて知った。いやいやいや、そこそこやってるんだ。6回ですよ。赤くなってる。僕これ見て4 3 今かと。はい、はい、さい、はい、さい。ツイキャスの方ではね、ゆきちゃんの声がおかしいっていうことになってますが、きっとね、ラジオの人はまだ気づいてないかなと思いますんで、それではですね、じゃあコーナーの紹介をちょっとお願いします。はい、プロジェクト9分の1、うん、このコーナーは毎週プロジェクト9からゲストを招いて、うん、あんな話やこんな話をしつつ、うん、その人のキャラクターに迫るほぼフリーダムなゲストコーナーです。うん、今日もゲストが来てるってことだよね。はい、今日も来てくれてますね。呼ぶの呼ばなくても来てるの？もう来てるみたいですね。もう来てる。もう来てる。じゃあ、ゆきちゃん、あのゲストをね、一応ね、あの形的にもね大事なんで、お呼びしてやってくださいよ。はい、では今週のゲストは中田翔太くんです。お願いします。お願いします。あ、こんにちは。こんにちは、翔太くん。元気してた？まあ以上、ぼちぼち。サッカーしてた？野球してました。あ、そうなの。はい、野球好きなの？野球好きですよ。あ、本当？はい、翔太くんって言えばさ、はい、プロジェクト9の、立ち位置っていうかポジション的にはさ、どういうことやの？副代表みたいな感じになってんのかな？そんな大役を僕はやってるんですか？どういうところにいんのかな？いや、末端の末端でしょ。末端の末端。下の下のなんちゃらですよ。そこ、そのさ、その末端で一体何をしてるのよ。
まあ何をしてるかって言われると、特にまあこれといったことはしてないでしょうね。本当は裏で仕切ってるんですよね。いやあ、やっぱ分かんない。ゆうきちゃんは、ゆうきちゃんだって付き合い長いもんね。そうなんですよ、もう7年ぐらい。そうらしいんで、ね、お酒飲んだらいつもいじめられてるんですよ。ああ、見たことある、見たことある。ひどいんだよ。そう、翔太くんはね、お酒飲むとひどいんですよ。いや、ちょっと待って、あれ、俺すごい僕です。さあ、お酒飲んでプロレスプレーとかよくやる人いるじゃない。あのね、野球プレーでやってくるじゃないですか。野球プレーってどうなんですか。野球プレーやる。ジャンルがわからん。これスライダーみたいな。やってくるんですよ。いや、まあまあまあ。ね、本当はサッカー部のくせに。サッカー部なんですか、本当は。いやいや。ボールなんて蹴ったことないです。あれですか、サッカーはさ、時期が違うんだっけ、大会。なんか高校の最後の大会とか、ちょっと遅くまでやってるね、割と。ああ、どうでしたっけ。10月とかその辺でやってない。そんなに遅かったでしたっけ。うん、なんか、まあ俺野球の方だから、あ、まあ甲子園とかの時期、まあ夏ね、はい、あれがやっぱ高校3年の終わりみたいな。まあそうですね。その後もやってるイメージがあってさ。はあ、何月までやってるの。いや、ご存知はないですね、僕は。そうですよ、サッカー部遅くま、遅い時期までやってますよね。うんうん、出てる。ゆきちゃん何部だったっけ。テコンドー部ですね。あ、言ってたね。言ってた。なんかさ、あれだ、そう。去年ぐらいそう言ってて、なんかテコンドーのせいで私胸が、みたいなこと言って。そうなんですね。別の部活やってたら、私だってありましたよ、みたいな。言ってました。後で本人激怒ですね。だから何ですかそれ。あの本気で怒られてほしい。何ですか。ああ、そうで、あのテコンドーは今は生かされてますか。そうですね、あの酔っ払った時にたまにハイキックとか。ああ、なるほど。やった方がいいですよ、あの絡んできたら。いやなんでさ、酔った時にゆきちゃんばっかり狙うのよ。いや、あの語弊があります。何でしょう。僕がやられてるんですよ。え、やられてるんですよ。これ逆っていうこと。そうですよ。え、ゆきちゃん嘘ついてるってこと。じゃあ、あれ？目を見て言いなさい。ちょっとラジオだけど。あれ、僕を嘘つきに？目を見て言いなさい、ゆきちゃんの。いや。照れてます。二人で照れてます。じゃあ、あの曲なんか準備してきてくれてんだよね。はい。今日前倒しで行くからさ、もう曲流しちゃおうよ。曲いっちゃいますか。まだダメ。まだ早いんじゃないですか。ゆきちゃん、あのまつげが俺取ってあげる。あ、まつげ取ってます。翔太くんはさ、普段何してんの。いや、まあ普段はそうですね、まあ学校、まあ一応。あ、学生。まあ一応学生みたいなことは知ってます。学生みたいなこと。はい、学校には行ってるので。はい、それ何、俺が今学校行ったら学生みたいなことをしてますって俺も言える。言えるんじゃないですか。何それ、どういうこと。一応まあ資格関係の学校行ってるぐらいなので。はい、ああまあそれとまあヒューマンアカデミー行ってる。今行ってるんですよ。はい、じゃああれじゃん、お芝居できるじゃん。いや全然できないですよ。国吉さんじゃないですか。国吉さんあれ、国吉さんってヒューマンじゃなかった。国吉さん劇食大人団の。いや違うと思います。あ、違う、誰とも間違ってるんですかね。国吉さんじゃなかったでしたっけ。国吉さん違うと思いますよ。聖一郎さん。聖一郎さん、あの人ヒューマンの講師だと思ってた。ほうって聞いたことある。違うんだ。ああ、こうした。違いますね。遠山さんです。あ、遠山さん、そう、遠山さん。すみません、遠山さんだ。演技の担当、遠山さんです。ああ、そうだ。そうだ。やっぱそうだ。はい。で、どう、遠山さん。いや、もういい方ですよ。もう基本も優しい方なんで。オッケーっつってる。言ってますね。それは、何度か聞きました。いや、絶対痛い。Today, OK! 言ってます。あ、なるほどね。売り尽くしますと言ってました。言ってますね。はい、Today OK って何ですか。今日だけ OK ってことだよね。まあ、ね、素直に聞けば、閉店セールとは違うんだよね。まあそうなんですかね。なんか閉店セールの CM っぽく俺いつも見てんだけど、はい、
違うんだよね。リニューアルですよね。で、OK。ですよね。ってことだよね。はい。なるほど。で、妖怪アパートの。妖怪アパート何ですかこれ。あ、これ本のやつですね。あなたの好きな本。あ、漫画なんですけど、はい、高校の時に小説でハマりまして。へぇ。これなんて読むの優雅、妖怪アパートの優雅な日常。優雅な日常。幽霊の幽って書いて優雅。そうですね。ひょんなことでそのいわくつきのアパートに住むってなった時に、はいはい、そのまあいろいろと出るんですよね、これが幽霊が。まあその日常の中の非日常のテーマがすごい面白かったっていうのがありまして、それでハマりまして。じゃあジバニャンとか出るんですか。うん、もうちょっと生々しいやつですかね。可愛いものではないかと。なんか、ね、女の人の幽霊とか出るとちょっと楽しいですよね。ああ、あ、女目線から見てる。あ、そうそうそう、女目線から見てる。女目線から見てもそういうことですね。なるほど。ゆきこ、ゆきこさんから、ツイキャスの方来てますんで。こんばんは、アカウント変えましたが、宮城のゆきこです。ゆきちゃん、今日は男性に変身したのですか？今日はメンズ率高い日ですね。そんなことないですよ。男性ですか？そんなことないですよ。うん、変身してますか？いやいや、編集なんかなってますよ、うん、ちゃんとおっぱい入ってます。触っちゃったよ。メールの方も来てますよ、ゆきちゃん。アドレスがにゃん .にゃん.m、顔文字 m。 あとダメですか、ダメですか。あれ今日のゆきちゃん止めに来ないの。そう、じゃあゆきちゃんちょっと読んでもらおうかな。はい、お願いします。皆さんこんばんは、復活の F と申します。はい、西平さん、金太子食べるとき野菜なし派ですか？ゆうきちゃん、ゆうきが有機栽培のゆうきなんですね。いつもそうなんです。ゆうきちゃん声がおかしいのは千日で全財のからだと思うよ。翔太くん野球やってるなら私のノック受けてみるかい？復活の F さん、復活の F さん野球できる感じを出してきました。出してきましたね。ここへ来てこの間、ね、野球のユニフォーム着て全財食べてましたもんね。ああそうですか。会いましたか。会いましたよ。あのじゃこれあれですね、金太子を食べるとき野菜なし派ですか。はあ、ありに決まってるでしょ。でしょうね。なしなんているんですか。いや食べれないとかはいますよね。僕の場合トマトが苦手なのでトマト一回省くんですよ。トマト、あ、そういうのはね、そういうのはありですよ。いるいる。でもないと美味しくないですよね。うん、そうだね。アメリカかってアメリカもでもどうなんだろうね、野菜入れてる。ああそうですね。あのキャベツのあのザクザクがないとやっぱり美味しくないですよね。食感ですよね、それ食感が、うん、いい感じでちょっと水分が入ってシャキシャキっとした水分がシャキシャキ。野菜ないってことはあの肉だけでしょ。ミートだけですよね。タコスミートだけでチーズと、あ、チーズとトルティーヤです。おっちゃんだ。はあ、うわジャンクですね。ジャンクだね。まあ復活の F はそういうとこあるんですよね、あの人ね。毎週毎週な、甘党ですしね。あ、言ってましたね、なんかこう、はい、パンと肉を挟んだだけでいいサンドイッチはいいみたいな。そう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 、言ってました言ってました。で翔太くんは、はいはい、今ハマっていることはありますか。ハマっているっていうのはまあそうですね、まあ YouTube とか結構見るのが好きなので過去の野球の映像とか見たりしてますね。 あれさ、あの過去のさ、はい、松坂とさ、はい、今の松坂は違うよね。全然違いますね。ね、違います。何があったのよ。いや、やっぱり体重増えてますよ。もうそっち目線で言っちゃいますけど、体重か。アメリカ行って太くなりましたよね。そうですね。もう軸足の乗り方も違うんで、あ、腕も下がりましたんでね。下がったね。やっぱり上半身の力が強い。あ、うん、野菜抜きは厳しいですよ。復活すんのかな。いや、荒垣ね、荒垣は沖縄の星の荒垣はさ、復活してきて、そうですね、まあ、ヤクルトで、うん、ローテーションには含まれてますんでね。はい、あ、ちょっと俺トイレ行ってくる。え、あれ、え、そんなことあり。メインパーソナリティが離脱って。いや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 、じゃあもう何をゲスト置いてけぼりですか。ゲスト置いてけぼりになっちゃいましたね。自由ですね。こんなラフによしトイレ行ってくっかっつってブース履けるって。なんか深夜テンションですよ、完全に。ですね。おい、お、あれ、おい、あれ、
あれ声はするども姿は見えず。あれ西浦さんが、あれあれ、なんで偽物がいるんですか。あれもしやこの声は、この声はなんで、ね、大城ゆきじゃないでしょ。いや大城ゆきですよ。ゆきさん二人いる。ひろやさんでしょ。ああしかもね、ちょっと一番怒りたい人どっか行ったし。完全に今逃げましたね。完全に私って今度なんかやってないし。しかり出たっす。間違った経歴をどんどん消させていくあたり、すごい私の声、ゆうきちゃん声おかしいとか来てる。今が本物ですよね。ほんとにひどい。しかもね、ですか。いやもう今外でさよならしてましたよ、ね、西浦さんはどこにいたんですか。いや何を、ね、なんでバイク乗り回したのか知らないけど。しかもさ、なんか私よりおっぱいが大きいとか言ってたでしょ。西浦さん、ひろやさんのこと。じゃあひどくない、男に負けるってどういうことなんですか。いや、そういうこと。男に負けるっていうちょっと触らして。いやいや、それはない、ひどい。いや、なんで自分の触ってるんですか。絶対怒られるな、あれ。ひどい。本人怒っております。でもそうでしょ。ねえ、どっちが本物みたいなのなってるし。いやこっちが本物。ねえ、今何の時間なんですか。私今来たからわからない、今ね、ゲストのコーナーですね。ゲストのコーナーなんですけどね、ひたすらゆうきさんいじりで、あ、てかゲストなんだ。ゲストなんですよ、翔太が今日ゲストなんだ。そうですよ、ほったらかされてますよ。ずいぶん長い間。なに、好きな異性のタイプは優しい。これもベタでしょ。しベタですよ。私優しいよね、私みたいな優しいと。はい優しいです。なんちょっと顔がめちゃ固まって言わされてる感があるんですか。いや、うん、棒読みではないですよ。いつもさ、一緒に飲んでるじゃん。まあそうですね、プロジェクト内の飲み会で基本ゆきさんが飲んでる時僕飲んでないですからね。あれそうだっけ。この前初めて僕が飲んで、うん、なんかよくなんかわからないですけど、なんか、うん、酔っ払ってたよね前ね。ですよね。私逆に飲んでなかったし。そうですね、ウーロンハイばっかり飲んでましたけど。何したかもう怖くて。今度逆ね、私がめっちゃ飲むからちゃんと世話してね。いや、うん、何度も世話してるんですよ。ビンタされたりとかもありましたよ。よく見る。お金も取られましたよ。1回ねえ、2万円ぐらい。2万円ですよ。カツアゲみたい。いや、次は4万円ぐらいだね。いや、うん、それ言ったら準備しないといけないじゃないですか。2万円取って、私取っていいよって言ったんだよ。いや取っていいよって言ったのに取らなかったの。うん、ね、これ取るとね、うん、捕まります。捕まる。捕まりますよ。なんで、それここで言っちゃダメでしょ。なんで、いいです。じゃあ4万円だったらどうするの。4万円だったら4万円、別に4万円だったら取るでしょ。いや、その日は取らないでしょ。じゃあ次アーロー。いや、うわこんなリアルな予告怖い。ヒューマンなんか行かせないようにしてやる。いやもう言ってますから。学費を納めてますから。ね、聞いてたよちゃんと、車で迎えながら。しっかり聞いてた。全部聞いてたし、ね、悪行をここで繰り広げて。テコンドーしてた。あることないこと、ほぼないことですけどね、あんなの。本当にゆきちゃんテコンドーしてたって言ってませんでした。テコンドーしてないし。テコンドーっていつ話しの、そんなの、ま、酔っ払ったらハイキックするっていう情報。いやあ、ビンタされた人ですけど、何か。でお酒入ったらできるけどね。お酒入、まあ、入ってもしてはもらいたくない。なんかパーソナリティ後ろに行っちゃってます。そうですね、後ろでなんか CD を掲げて。 CD 何、もう曲いっちゃう。曲いっちゃうか。ねえ翔太くん、今日何を持ってきたの。今日は僕が常日頃聴いてる、うん、あのちょっとまあ皆さんからしたらちょっと懐かしいかなって。懐かしい曲。あの僕が3歳の時に出た CD なので、うん、3歳って何の前。あれ3歳の時に出たやつなの、あれ。あ、いやこれは違いますよ。もう一人のパーソナリティが抱えてるものは違います。いやこれ怒られるやつだよ、事務所に。好き勝手やばいしすぎですよ。違う CD 出すしね。そうですよ。
悪行がもうひどい。知らずこんな自由なパーソナリティなかなかね。曲何いいですか、どういう曲なの？あのドラゴンボールの GP のエンディング曲。へえ、なるほど。エンディング曲、はい、タイトルは、あ、待って、じゃあね笑顔でハイタイ、はい、じゃあね違います、だから西浦さん違うんですよ、それいろんな CD 持ってこないで。そうですよじゃあ翔太くん曲のタイトルコールしてよ。はい、いいですか、じゃあタイトルコールお願いします。今僕の見せ場なのでちょっと静かにしてもらえますかじゃあ曲紹介いきますよ。はい、フィールドオブビューでだんだん心惹かれてく。おお、いいじゃない。好き勝手すぎだな、すげえなこれ自由すぎる、すげえ、こんな緩いんですね現場、すげえ。こんな自由な、自由にしてる西浦さん全然戻ってない次神崎さんですよね、この後神崎さんの一緒にやりたいけどね。そうですね、これを書いた時間をちょっと返してもらいたいけど本当にあんなに真面目に書いたのにそれはそこは、ネタに困った時困らなければ使う必要ないから、はい、無人島に3つだけ持っていけるとしたらナイフ、鍋、野球雑誌。もう野球好きですからね、そこはもうキャラとしますよ。野球好き、なんかサッカーやってるって言ってなかった。はい、スイキャス集中して、じゃあ最初できるよ。先生、これは何ですか。スイキャスが止まってますね。ライブ開始するとかない。保存する、録画保存する。あ、できた。もう一回じゃあ開始で、ライブ開始。あ、できましたね。ねえ、西浦さんいないと、メールの見方とかわからない。わかんねえ。わかんない。わかんないか。帰ってくるいないね。帰ってくるいないね。すごいっすね。どっか行っちゃいましたね。もう、窓の枠にも行ってた。びっくりしました、あの傍若無人の振る舞い。はぁ、すげえ。本当にバイク乗っちゃいましたから。そうな。これ真ん中がノートの、あ、これの受信トレイで出してると思います。次もうやんの？なん次これ受信トレイ、これが届いてね、これが届いてたらつきますね。入ってくれです。待って。何だったんですか？これどれくらいなんですか？復活の F さんから来てるじゃん。出ていくんだ。ゆうきちゃんの漢字間違ってる。そう、ゆうきさんだよ。なんかすごい健康に良さそうなのがいいな。あと1分。全然残して。あと1分。あ、何？次、神崎さんのコーナー。神崎さんのコーナー。今日は調整する人がいない。ああ、懐かしいね、この曲。懐かしいですね。西田さんって映ってた？ほとんど映ってない。歌ってるし。あのまま続けてしまう。あと10秒。ごめん、間違えた。18秒。西田さんどこ行ったの？あ、いた。懐かしい曲でしたね。懐かしかった。ありがとうございました。ありがとうございました。もう帰っていいよ。え、もう次のコーナー行っちゃうから。いや最後までいさせて。いいよ。さすが翔太君の扱いが広いです。じゃあね。後ろ部ですかね。次のコーナー行っちゃうよ。はい。神崎さんプレゼンツ弾き語りコーナー。感じちゃった。スライドインみたいな。スライドした。はい。神崎さん、何週間ぶりだろう。何週間、ね、3週間ぶりか。3週間ぶりか。
前回神崎さんの方が結城ちゃんが2人いる、いや、私が本物です。こっち帽子かぶってる方は、私が本物。胸の大きさで話したらいいです。待って、大きい方がとか言わないで。大きい方が万が一間違えたらどうするんですか。おかねーすわ。間違ったらショックなんだけど、酔っ払っていじめられるね。今度絶対ギターおられますよ、絶対バッキバキにしられますよ。じゃあね、このコーナー前にもやったけどすごい評判だったからね。ね、またやっちゃうよ。前回評判良かったですかね。すごい良かった。前はね、なんだっけ、誕生日。誕生日と因果応報やりました。因果応報。そうか。ね、このコーナーはね、フリートークをね交えつつ、うん、MC 2人ゲストリスナーと一緒に歌詞になりそうなフレーズを考える。出来上がり次第曲披露。タイトルを決めて、そうっすね、こう歌詞を出していって最終的に神崎さんが歌にしてくれるっていうやつ、ね、メインのあの人はずっとあの外にいるんですか。そうですね、ブース飛び出してフィールドを広く使ってます。夜風に当たってますね。なんかポーズがおかしいね。なんかカッコつけてるんですかね。糸回りでかなり疲れてるですね。なんか来た時、あの先々週じゃ眠いかもしれません。神崎さんの時いつもひどいですね。そうなんです。曲で起きるみたいな。アラームじゃないんですか。もういいよ、やっちゃおう。今週ってさ、テーマ募集しましたっけ。テーマ募集しました。テーマなんだっけ。テーマはだからタイトルタイトルは、いや、タイトルないですよ。テーマ、タイトルない、テーマ、テーマもらえます。テーマか。そうです。で、そうです、ゆうきちゃんが言ったんですよね。アフリカマイマイです。あれでいいんですか。アフリカマイ、梅雨と、今もらってるの梅雨と、アフリカマイマイと、うん、どこか払わないかわからない税金の督促状。待って、神谷さん、何どうやって歌いそうですか。督促状でもなんか払うか払わないかわからない督促状、それがテーマですか。とあと諸行無常っていう、あのダイナマイトさんからの因果応報に続いての四字熟語シリーズ。なるほど、四字熟語シリーズ。へえ、何がいい、何やるか。全部つなげる。全部つなげる。アフリカマイマイと梅雨と、アフリカマイマイと梅雨っていうタイトルでさ、あ、梅雨とアフリカマイマイっていうタイトルで、タイトルもらったんです。その中に全部入れようよ。そうそう、どう頑張ったら税金って入るんですかね。わかんない、税金なんていつ上が来るかわかんないじゃん。まあそうです。アフリカマイマイと督促状全然関係ないですけど。全然関係ないですよ。全部入れよう、自由だから。だって自由なんだよ。そうそう、督促状っつうのが払わないといけないですよね、うん、そうなんです。払うか払わないか分からないことはないと思うんですけど、まあ来てる以上払ってください、払ってくださいっていう、ね、払いたくないってことでしょ。はぁ、で、なんだっけ、アフリカ前々を踏み倒した話ってのを しましたね。これされた、あ、そうしました。なんか撮影で、そう、去年のホラー映画の撮影で、ちょっと森の中で撮影だったんですけど、その時台風明けでアフリカマイマイが超いたんですよ。でね、暗くてアフリカマイマイにいるかもわかんないし、ていうかアフリカマイマイが1メートル先にいるんですよ。1メートルごとに、ごとに1メートルごとぐらいの範囲で。どれぐらいのマイマイなんですか。マイマイって結構ね、大きかった。大きいですよ。多分栄養いっぱい取ってるんだはずっていう感じで、そういうものやな。超大きくて本当に大きいですよ。もうみんなさ、ぐちゃぐちゃ潰すわけ。あの、潰すって表現は怖いです、やめていただきたい。もうそれが気持ち悪くて。そう、まあ、マイとカタツムリ何が違うんですか。種類じゃ、もう大きさ全然違くない、まあ、大きさは確実に違うんですね。一回見たぐらいの心地、基本的にカタツムリなんですか。カタツムリの種類、カタツムリと一緒、仲間なんですかね。外来種としてはもう半端なく怖いですけどね。もうやだ、さっきから後ろになんか変な人映ってますけど。そう、え、一回スルーしましょう。いいよ、アフリカマイマイ的な、マイマイの真似で、梅雨でさ、思いつくものある。梅雨とかアフリカマイマイで、梅雨、ひろやさん、梅雨明けちゃいましたからね。あ、案外早かったですからね。あ、でも今日結構ザーってドリアムがすごかった。あ、そうですね、そうだね、今年短かったよね、梅雨。短かったですよね。入るのも遅かったしね、すぐ明けましたしね。
なんか聞こえ後ろから聞こえますかね。なんか言ってるよ、言ってあげて。なんかマイマイ、マイマイのバラードって言ってますね。マイマイのバラード。マイマイのバラード。マイ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 。あいあい。なんか聞いたことある。聞いたことある。カタツムリだよってですか。アフリカさんだよ。アフリカさんだよです。翔太は生乾き、生乾き、あー洗濯物ね、洗濯物ですよ、うん、部屋干し、そうね、部屋干しすると臭いですよね、匂いがね、湿気がね、なんてせっかく洗濯したのに、そうなんですよ、洗濯したら逆に臭くなったってあります、臭くなっちゃうね、あります、あります、フローラルハミング商品名ですか、フローラルハミングも入れとって CM ね、分神崎さん覚えられますか、大丈夫ですか、それは全部入れろって全部入れてほしい、むっちゃでもさ、私潰しちゃやーよって入れてほしい、あ、潰しちゃじゃん、潰しちゃやーよ、はい、私歩くの遅いのよって入れてほしい、歩くの遅いの、前なんか怪人、怪人みたいな Night, night.
もうなんかすごい生活感が分かりますよね。すごい荒んでる感は。特徴も来るんだね。荒んでますよ、特徴場ができて。特徴場。生乾きの生乾きがたまった状態で一人過ごしてるでしょ。ね、超寂しい。悲しいって。大きいのは前々だけ。もうないし少ないしみたいなね。あのバラバラなお題よく突っ込みましたよね。いやーその辺がねやっぱ神崎さんですよね。さすがです。なんとか乗り切った。大丈夫かもしれない。だいぶ荒技ですけど。荒技やで。もうそう。寝たら方はもう一曲いっちゃう。もう一曲いっちゃう。もう一曲いっちゃう。ちょっと今のアップテンポの曲聴いてますから。アップテンポの曲聴きたいですね。ちょっとジメジメしちゃう。ジメジメしてや。ネタ。ネタ。ネタどうしようか。どうしましょうか。結構一曲で。そろそろもうね、海のシーズンですから。ちょっとね。ああね。夏に関して。じゃあゲストの翔太君は海ということで。海。ビーチパーティー。あいいですね、ビーチパーティー。ビーチパーティーとビキニギャル。強制参加。プロジェクト9で8月にビーチパーティーがあるんだけど、強制参加なんだよね、これ。そうですね。映画作りの力が入ってるっていう。そうそう、映画作りはね、来れる人だけね、来て参加してって言うけど、あの選択肢が行けるは行くでしたもんね。どっちも行くしかない。どっちも行くじゃないか。いいんじゃない、ビーチパーティー。なんかね、ビキニできたらお肉タダって言ってた。大丈夫ですか、関係ない人来ませんよね。それさ、退去を出してどうするんですか。ないですよね。ね。じゃあ女性陣もみんな水着で。そう。ただだからね。ただだから。になるんだったら水着で行く。
さっきと全然テンションが違う。違います。さっき相当苦しかったですか。苦しかったですね。ジュビジュビジュビで。さっきはね。ビーチパーリーって誰でもいいんですか。誰が来ましたよ。誰ですか。失礼します。誰ですか。ビーチパーティー誰でもいいって聞こえて。何。一応ビキニで。ビキニで。ビキニで来たら。ビキニであれば。あ、リバースでも。一応僕が。あ、私だ。なので私どうも私の2倍増し2倍ですから2倍ですから2倍とあ料金ですか料金2倍ですね2倍です今日でもちょうど全部使っちゃって何もないお芝居引っ張りますねいやいいね参加したかったいやいや遅い参加した参加された君勝手に脱退してるからマイク乗ってたしここにいないといけないいなくなってマイク乗ってたしずっと入るタイミング伺ってるんですけどこの近くあんま聞こえなくてちょっと離れないと聞こえないんですよなんでタイミングを失うんですねさっきのマイマイは入れたんですけどマイマイで行けばそんな自信を持って言われてもメインパーソナリティそろそろじゃあ復帰しましょういやそんなことないもうここまで来たらゆきちゃんが2人いるしダブル勇気ねそう食い逃げしたらゆきちゃんがチェーンソーを持って追いかけますおー追いかけます今日チェーンソーになりますよ追いかけますよ今年もやるんですかねあれはスイカ割りスイカ割りチェーンソーでねチェーンソーでやりましょうチェーンソーですよやりたいやりたい行動が最高すぎてもう行動が怖すぎてもう楽しみですね8月1日8月1日どこでやるんですかどこなんだろう言っとけばあのリスナーの方とかアラハアラハかトルピぐらいじゃないアラハいつもアラハビーチでやってますよいつもやってるそうですね神崎さんはいなかったですか神崎さんは初参加去年はいなかったしいないですね仕事できなくて残念今年はぜひ映画そう最初の事故の映画の冒頭のシーンはうん、今、思いされた浩二君の代わりになった。ほぼじゃないですよね。ここよく送ったんですけどね。ね、西浦さんがいないからさ、メールの読み方がわからない。じゃあやっぱり俺、最初やったんだよね。そうなんだよ。メール来てないですよ。まだ来てない。あ、来てないですか。来てない。あ、本当だ。ヤンさんからは来てたんです。これさっき読んだ。復活の F さんは。どういう風になってんだね。そうなんです。大丈夫。楽しみ。何をまじまじとパソコン見てるのか。ツイキャスの方が。ツイキャス結構反応が。そうそう。肉食い逃げしたらゆきちゃんがチェーンソーもかけますと。花火もやりたい。花火。線香花火やった？ひろやさん。確かにまだやってないです。まだやってないですか？だって2週間前じゃない私たぶんそうなんですけどでも一人でやっぱり花火寂しいじゃないですかいやそのためにそのためにそのために西浦さんあげたんじゃないですかそうですよ花火おっかないっすよもう誰かとやろうとしてるんですかダメだよ線香花火は一人でやるもんだよめっちゃ寂しい線香花火ってそういうもんでしょいや花火おっかないっすよなんでおっかないのおっかないあもうだってロケット花火は人に向けて遊ぶもんって周りが言ってますからね飛んでくるんですよやったことあるやられましたやられたやられそういやいやそんな真似で見て言われるじゃないですか8月1日やってやりたいそれやるな危ないっすよ本気で危ないっすよじゃあトンボはいいのトンボあっち行けっつってトンボは危ないよくてネズミでしょあネズミあるねロケット花火さロケット花火ポンって当てられたらどうなるの？いやもう服焼けます。焼けるんだ。焼けます。めっちゃ熱いじゃないですか。熱いじゃん。破裂するんですかその後。パン。痛くないの？痛いですよ。僕は足元やられましたから。か。真似しちゃダメですから。良い子は真似しちゃダメです。ということで CM。素晴らしい。初めてちゃんと言ったんじゃない初めて言ったCM って始まりますと始まりましょうラストしましょうゆきちゃんにいいですか何逆じゃない2人に30、20いつも通りのスタイルでいいじゃんこういうの被らなければやばい、告知あ、そうそうそうこんなの告知をやらないんだあるよ、神あ、違う、
違うやつ。違うやつ。ありがとうございます。プロジェクト9の9は片隅を入れにしていくんですね。そんなことそう思っちゃう。これの下の方のこれ、トラウマないとあらゆる犠牲の上に作られる作品なんですね。神崎さんの歌で成仏できたと思います。神崎さんまた、いいコメントできますね。また狂気とかするの。神崎さんがまた、これで告知とかありですか。あ、あります。神崎さん、あ、一応4月4日にライブをやるんです。全然行った方がいいです。そちらだけ。あ、神崎さんも大丈夫ですか。7月4日。4月4日、はあ、30秒。神崎さん、告知責任しましてください。あ、ライブって何のライブですか。一応ね、ギター2本でやろうかなと思ってて。アコースティック今練習中。そうそうそう。10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2。えい。えい、おかえりなさい。下痢から復活してまいりました。トイレ行ってたんですか。よかった。もうエンディングだよ、でも。いや、間に合ったからよかった。じゃあさ、今日あれなんだよね、告知が結構あるんだよね。そうですね。ゆきちゃんのお得意の、あ、でも神崎さんか。神崎さんもある。はい、ですね、今度7月4日。7月4日。来週、来週。そうですね、来週。トマリンの近くにある、アートギャラリーボンっていう友達がやってるギャラリーなんですけど、そこで一応ギター2本でライブをやろうかと思ってます。アートギャラリーで。うん、そうです。美術、いつもはちょっと、これぐらい。弾き語りですか。あ、もうアコースティックライブ。アコースティックライブ。はあ。でも選手練習始めたとこなんで、何でやるか決めてない的な感じなんですけど。いや、かっこよそうだな、それは。まあまあ、ぜひぜひ。ちょっと、料金的なのあれば。全く決まってない。決まってないです。でも料金は多分一応ワンドリンクぐらいな感じだと思うんで。です。気軽に。気軽に来ていただけたら。行きましょう。みんなで。いや、そうですね、7月4日、はい、私の方も告知が、告知をお願いされてまして、ブライダルの後期ファンタジスタウェディングさんなんですけど、6月21日の日曜日にブライダルフェアがありまして、場所は北谷のです。北谷の、はい、場所は北谷のチャペル、北谷のデポアイランドのところにあるチャペルです。わかりますか。やべ、聞いてなかった。場所はチャタンのデポアイランド、デポアイランドのところにあるチャペル、はい、で午前と午後に分かれてるんですけど、午前と午後に分かれてるんですけど、うん、この大事なところですから。午前はちょっと今予約が埋まってまして、午後の方がまだまだ予約受付してるようで、はい、皆さんぜひぜひ。内容はですね、内容は何なんだろうと思ってた。ブライダルフェアの内容はですね、模擬挙式、世界三大珍味の試食会、ウェディング相談会などなどがありますので、ね、結婚を考えているカップルの皆さん、ぜひぜひこの6月21日、なんで手をつないでるんですか、横で。男同士で。最近法律が認めてくれそうだから。結婚、男同士の結婚も OK みたいな。はい、いいですね、男性同士でもいいかもしれないですね。なるほど、うん、ぜひぜひ。ぜひぜひ、6月21日、日曜日。結婚にね、なかなか踏み込めないカップルもいらっしゃるかと思うんです。そういうのきっかけにね、はい、いいかもしれないですね。ぜひ行ってみてください。うん、他にはありますか。翔太くん、特になし。あ、ラン言わなくていいですよ。言わなくていいんですよ。じゃあゆきちゃんにプロジェクト9のね、告知を。はい、おー、はい、昨年大好評だったホラー映画イベント、琉球トラウマナイトが待望の DVD になって6月3日に販売になりました。うっさい、販売になりました。プロジェクト9からはダイナマイト平監督と久野厚美監督が参加しています。うん、現在 Amazon にて絶賛発売中です。うん、ミリオンセラーって聞いてますよ。100万売れ
た。また全国のツタヤとゲオにてレンタルも開始されていますので、皆さんぜひチェックしてください。ぜひぜひ、はい、はい、またハイサイ探偵団とコラボしたドラマ「ハイサイ探偵団赤い影」全8話も YouTube にて大好評配信中です、うん、こちらもぜひチェックしてください。はい、はい、お舞台のお知らせです。舞台、はい、うん、劇団オゼ公演飛べ琉球超人にプロジェクト9から拓也さんが出演いたします。お7月8日、あ、7月4日、うん、7月5日、うん、パレット市民劇場、両日とも14時と18時の2回公演です。前売り券は大人1500円、小学校1000円にて発売中です。なるほど。でもさ、7月4日じゃ神崎さんと被ってるからもう土曜日はいけない、うん、7月5日があるよ。5日行こう。5日行きましょう、うん、5日に行きましょう、はい、その他プロジェクト9の最新情報は公式ホームページ Facebook をご覧ください。また過去に制作した、映画作品はプロジェクト9のオフィス YouTube チャンネルにて公開中です。詳しくはプロジェクト9で検索。おカチカチカチ、こっちに出てるかな。出てるよ。出てる。はい、お願いします。今夜はゆうきちゃんのドッペルゲンガーが現れたり西浦さんが神隠しにあったり大変でしたね。帰り道気をつけてね、イブニングさん、ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。ずっと見ててくれてたんですね。ゆきこさんも、暖かくて楽しかったです。来週も楽しみにしています。あ、嬉しい。毎週ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、本日のゲスト、はい、中村、中座、中、中んだかり、翔太くん、中本、そして神崎秀俊さん、本当にいつもながらありがとうございました。ありがとうございました。ちょうど終わった。声を大にしていたかったのが抑えたぞ。あ、声を大にしていたかったのが赤だって言いたかったのか。お疲れ様でした。